キャン国際式にかける歌舞伎ものうなぎさやかです。今プミカと成田空港にいます。今日からメキシコに2週間ぐらい行ってきます。このハロウィン限定のやつも今日しか飲めません。私たちなぜならもういなくなるから。うまくどーも買いました。なんかお腹痛い痛いにめっちゃなるらしくて、下痢食あたり水あたり薬、これをちゃんと買いました。マジ水やばいらしい。しかもこれめっちゃ濃いんだけどバニラ味って書いてる、うん、どういうこと。あとこれね、絶対忘れてはいけない喉ぬるマスク、これはもう本当に飛行機の時マジで大事。持ち込み荷物の中にステファン、わーい、枕、大事な枕です。今からアロエメヒコ航空で12時間、はい、12時間ぴったり、12時間半かな、12時間半も乗ります。飛行出発します。ちょっとアロエメヒコ航空1万円アップグレードできる席と3万円のアップグレードできる席があってめっちゃ迷ったんですけど、今回は断念してちょっとどのぐらい広いか見てから、帰りは15時間になるのでそこで決めたいと思います。行ってきます。ご飯は2回来たんですけど、ちょっと私1回見逃してしまいまして、2回目に出てくる朝ごはんが出てきたんですけども、このヨーグルトと、いちごジャムとバターとかあって、このオムレツめっちゃ美味しかったですよ。最高で、ここから前が、1万円と3万円払ってアップグレードする席なんですけど、広さとかもちょっと広いかなっていうぐらいで、そんななんかエコノミーとか割らなかったから、あ、今回は課金しなくてよかったなって思いました。帰りもしません。着いた。メヒコジェニットジュアレ着いたよ。おはよう。12時間半で、今朝の何時？6時42分です。何時に出たんだっけ。夜、違う、朝の9時半とかに出て、12時間経て、はい、マイナス16時間の朝の6時40何分に着きました。でも意外と狭かった。いや、意外と快適に過ごせました。いや、マジ課金しなくてよかった。ご飯2回来た。2回来ました。うわ、じゃあ寝てたわ。あ、朝食べてないですか。美味しかったくない。普通に美味しかったです。朝めっちゃ美味しくて、しかも、はい、何にした。いや、和食が良かったんですけど、もうなくなってて、キッシュだけって言われて、キッシュ美味しかった。美味しかったです。オムレツにした。オムレツもチーズオムレツで、めっちゃ美味しくて、しかも和食とキッシュ、なんか全然聞いてたのと違う。普通に美味しくいただきました。めっちゃ良かったよね、はい、席も広くてし、とても良いかった。よし、見て、CMLL の人がくれた、かわいい、ピンク、まさかのピンク。メキシコに着いたので、今からホテルに移動します。